はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりかな、ゲットレディーズミーをやっていきたいと思います。もう着替えてはいるんですけど、今からメイクしてヘアセットして、最後にコーデをちょろっと紹介します。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、じゃあまずメイクからやっていきます。今日のメイクはどうしようかなっていう風に今考えてます。いつも結構決めずにやることが多いんですよね。まず下地やりますね。ちなみに今日はですね、事務所の方、もともと私のマネージャーというかをしてくれてた方とご飯に行くんですよ。今から結構私ね、マネージャーさんがコロコロ変わったりするんですよ。なんか私が今実際ダイエット中っていうか、ジムに通っててパーソナルのジムなんですけど、そうだからそれを伝えたらヘルシーのお店を探してくださって、予約してくださったみたいで、めちゃめちゃ親切と思って、なんかね、お豆腐専門店を予約してくださってるんです。楽しみ、めちゃくちゃ。そう、なんかあんまり人とご飯に行く機会が最近はなかったので、なんかすごい久しぶりにお出かけっていう感じの気分です今。後で紹介するんですけど、今日洋服が結構シンプルっていうか真っ白なので、なんかちょっとメイクで遊んでもいいかなっていう風に思ってます。ラメとかつけようかな。よし、じゃあ続いてファンデーションを塗ります。でね、ファンデーションが NARS の新しいやつで、クッションファンデなんですけど、今日はこれをね初めて使ってみます。 NARS のクッションファンデ私は使ったことないんですけど、結構いいっていう風にも聞くので楽しみ。こんな感じです。まあ普通のいわゆるクッションファンデですね。パフもちゃんとついてます。あ、つきすぎたかな。クッションファンデってなんか最初ら辺難しくないですか。ファンデの量の調節がちょっと難しいですよね。つきすぎちゃったりする。あ、でもすごい、めっちゃ軽い。え、めちゃめちゃ軽くないですか。割と薄付き、でもちゃんとカバーはしてくれてる。クッションファンデってやっぱ厚塗り感が出やすいイメージがあると思うんですけど、これ結構なんか軽めというか、何なんだろう、馴染みがいいのかな。スッて肌に溶け込んでくれる感じがするから、厚塗り感も出にくそう。めっちゃ肌綺麗に見えません？なんかツヤがすごい。さっきのね、マックの下地も私すごい大好きで、あれもツヤ綺麗に出るんですけど、そのツヤを生かしてくれてますよね。すごい綺麗じゃないですか。めっちゃいいかも。自然、これお気に入りになりそう。クッションファンデって楽なんですよね、すごく。手も汚れないし、あーすごい、これいいわ。ちょっともう、はい、おすすめかも。パッケージも可愛いですよね。ナーズらしくてシンプルな感じが。ちょっと私失敗したかも。白い服を着なければよかった、先に。めちゃめちゃ汚れそうで怖い。なんかもうコロナの影響で最近すごい不安なことがあって、そう、コロナの期間の前は結構私どっちかっていうとアクティブ、アウトドア派だったんですよ。予定が空いてる日があればとりあえず誰かと遊んだりとか、なんかお買い物に行ったりとか、そういうことばっかしてたんですね。この自粛を得て意外とインドアだったのかもっていうことに気づいたんですよね。周りの友達とかでも結構自粛の期間ずっと家にいた時なんかも友達と会えなさすぎて本当に病みそうになったとかっていう子もいるんですけど、なんか私あれ、そんなこともなかったなっていう風に思うんですよね。それは寂しかったなっていうのもあるし、外に出かけたいなっていう時もあったんですけど、意外と自分が思ったよりも家の中でも楽しめるかもみたいな、一人でも楽しめるかもっていうことに気づいてしまって、でまあなんかそれは別にいいんですけど、まだね気をつけなきゃいけないとは思うんですけど、だんだん外に出れるようになってきて、予定とかも多分組みやすいのに、なんか分かんないですけど、めんどくさくはないんですけど、なんか別にいいやって思うようになってしまったんですよ。その外で遊ばなくても、空いてる日に友達と無理やり予定を詰めなくてもいいやっていう感情になってしまって、それがすごい最近不安なんですよね。予定をパンパンに詰めたいとかっていうわけではないんですけど、自粛入る前の時みたいな楽しみ方ができなくなってちゃったかもしれないと思って、そうだからそれがなんかちょっと心配というか不安なんですよね。コロナの期間が終わったらまた私は元の生活に戻れるというか、またあの時みたいな時間の使い方、やっぱ時間の使い方は自粛期間入る前の方が上手だったので、その時間の使い方ができるのかっていうのがすごく今は不安なんですよね。なんでなんだろう、自粛で自分の時間っていうのが増えて、ゆったり時間を使うようになったんですよね。前より
りも。でもそれもそれで多分自分に合ってるから、今の過ごし方っていうのが今の自分にとってはそれが心地いいなっていう風に思ってるんだと思うんですけど、まあ、やっぱなんか一生こういう生活をしていたいとは今は思わないんですよね。なんか難しいんですけど、充実度で言うとやっぱ昔の方が時間の使い方も上手だったし、いろんな友達と会っていろんな話をしたりとか、なんか新しいことを得ることも多かったの でも今はもうね、家にいて一人でいて本当に何もしない時なんかずっと YouTube 見たり Netflix 見たりとかしてるので、本当に私大丈夫かなと思って最近それがねすごい不安なんですよね。でもなんか結構これも友達とかとも話すんですけど、この自粛で本当に会いたい友達っていうんですか、残酷な言い方かもしれないんですけど、本当に会いたいなって思える友達がなんか明確にあったような気がしないですか。なんか別に今までが上辺で付き合ってたと なんかそういうわけではないんですけど、本当に会いたいなって思える友達が前よりもはっきりしたのかなっていうのはすごく思うんですよね。それも結構友達と話したりもするかな。皆さんはどうですか、共感してくれる方いるかな。本当の友達って言い方はあんまり良くないかもしれないですけど、心から会いたいって思える友達が結構自分の中でもその期間を通してはっきりしたんじゃないかなっていうのは思いますね。あと前のゲットレディメズミーかな、ちょっと彼氏ができませんみたいなことを話したと思うんですけど、今でも結構ねコメントをいただくんですよ、その動画に。やっぱり結構多いのは好きな人ができないとか欲しいと思わないとか想像がつかないっていうのは結構あって、私もそうだなっていう風に思うんですけど、自分にパートナーがいることが想像がつかないんですよね。それは誰しもが最初は想像つかない子だと思うんですけど、なんかやっぱ自分がどうなるんだろうっていうのも私もすごく不安というか疑問になるのかな。なんですよね、これもあるあるなのかな、どうなんかわかんないんですけど、恋愛経験がないっていうと理想が高いんじゃないのとか、どういう人が好きなのっていう質問もされたりするんですけど、それもねはっきりわかんなくないですか。理想ではあこういう人がいいなっていうのはあったとしても、本当にその人が自分に合うかとかわからないし、みんなだからどういう目線で何を決め手に付き合うんだろうっていうのはすごく思うんですよね。自分のタイプだから付き合うのか、とりあえず付き合ってみるとか、いろんな人がいると思うんですですけど、この考えになるきっかけもなんかよくタイミングが分かんなかったりとかっていうのもあるのかなって思ったり、考えれば考えるだけすごい不安になりますよね。やっぱ将来どうするのかなとか、さすがに生涯独り身ではいたくないなって思うし、でもなんか最近思うのは安心感はすごい欲しいなっていうのは思いますね。何か無理かもとかくじけそうになったり折れそうになったりとかした時に誰かがいてくれたら多分心強いんだろうなっていうのは思うんですよね。まあそれがなんかパートナーだけっていうことはないと思いますけど、友達とか家族とかたくさんいると思うんですけど、でもなんかそういう時にパッて頼れる人とかがいてくれると安心できるなっていうのは思うんですよね。とりあえず私は安心したいっぽいんですよ不安を抱えるのが多分苦手で、なんとかなるよみたいな方も多いじゃないですか。すごい私心配性なんですよね、昔から。例えば旅行に行くとかってなった時もすごい心配性だから、いろいろ持ってってしまったりとか、でも結局使わないやつとかもあったりとかするんですけど、変に心配性なので、だからその不安も結構多いかもしれない。結構悩み事はこの先の不安が多いかもしれないですね。私は自分の将来を考えすぎかもしれない。考えるの悪いことではないと思うんですけど、なんか考えすぎちゃってすごい不安になっちゃって、今のこの瞬間も考え事をしちゃってるから全力で楽しめてないところもあるのかなって思ったりとかもするんですよね。今私はやりたいことをやらせてもらってるので、本当は楽しいはずなのに、この仕事ってやっぱその反面いつ職を失うというかできなくなるかわからないじゃないですか。まあこれは全人類に共通することかもしれないんですけど、もしかしたら明日私は職を失うかもしれないとか、自分の力で生きていくことができなくなってしまった場合のことをすごい考えちゃうんですよね。だから常になんかそういう不安があるんですよね、私の中で。この不安を消し去ることもできないと思うんですけど、でもやっぱ人生どうにかなるよみたいなすごい前向きな方とかを見ると、この考え私にはできなさそうな考えだからすごいなって思ったり、何事も多分一歩を踏み入れるのが何かに後押しされないとできない人かもしれない私自分がやりたいと思ってやり始めたこともちろんあるんですけど、すごいチャレンジしてるっていう風に見られるんですけど、意外とそんなことなくて、いつもいつもチャレンジか安定かっていう選択肢があって
ったりとかすると絶対安定にいっちゃう気がするんですよね。私なんでなんだろう、自分でもよくわかんないんですけど、失敗をするのが怖いのかな。でも結構完璧主義者っぽい考えなのかなっていうのを思うんですよね。絶対こうでなくてはいけないとか、まあ、最近ようやくちょっと YouTube でも自分のことについて話したりだとか、自分の弱みとかを話したりとかする機会も前より増えたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。前は本当にもう出来上がった自分を見せたいっていう思いが強くて、でもそれもそのこの前のやっとりでリズミーで話したじゃないですか、自分自身のことを。それで結構みんなが認めてくれたっていうとあれですけど、逆にこういう部分も見たかったとかそう言ってくださる方もいたりとかして、だから多分そこでちょっと自分の中での完璧じゃないといけないとか完璧でいたいっていう気持ち、まあまだちょっとあるんですけど多分なんかその気持ちがちょっと詰まってきたかなっていう風には思うんですけど、結構まあその自分の弱みとかを人に見せるのがあんまり得意ではないかもしれないな。誰に対しても結構そうかな、家族に対してもそうかもしれないな。自分の中で留めるタイプというか、あんまり相談とかもできないタイプなんですよね。自分の中で溜め込んじゃうっていう。これは小学校の時にその当時の担任の先生に書かれたんですよ。卒業アルバムにメッセージお願いしますって言って出したら、しゅうちゃんって呼ばれてたんですけど、しゅうちゃんは人に話すことが苦手だから自分の中で留めるタイプだからもっと人を頼りなさいみたいなことが書かれてあって、その当時の私はその時なりに、あ、そうなんだって思って、もうちょっと人を頼ったりとか人に話すっていうことをしてもいいのかなっていうのも思った記憶もありますね。でもなんかやっぱちょっと言い出せなかったりとかしますけどね。でも多分それが自分の中で苦だと思ってないっていうのもあるのかもしれないですね。人に話さなくても大丈夫みたいないう考えだから人に話さないのかな。うまく人に甘えることができないのかもしれないですね。難しいですけど、じゃあとりあえずメイクはこんな感じかな。あとリップ塗るんですけど、なんかね最近まつげが生え変わりの時期かなんかで調子が悪いんですよねメイクはとりあえずこんな感じで、ちょっといつもよりもキラキラ多めにしてみました。はい、リップ塗ろう。リップはこのねシャネルの新しいやつ、ルージュココブルームっていう新しいリップなんですけど、シャネルさんからギフトでいただいたんですよ。ありがとうございます。インスタではまあちらっと紹介したんですけど、私は134番だったかな。すごいタイプで、このカラーなんですけど、赤リップなんだけどすごい自然な赤で馴染みやすくって、でこのツヤがめっちゃ綺麗なんですよね。塗り心地が半端なく良くてすごい好きなんですけど、今日はこのリップをね使いたいなと思うんですけど、何色にしようかな。今日はねアイシャドウはちなみにちょっとピンクっぽい感じのラメとブルーグリーンっぽい感じのラメを混ぜてるというか使ってるんですけど、意外と何でも合いそうかな。何にしようかね。髪の毛を染めてから結構ヌーディーなリップをつけることが多くなったかな。もともと私ヌーディーなリップすごい好きなんですけど、よりヌーディーなものを選ぶようになったかも。濃い色も可愛いんですけどね。これにしよう。118番こんな感じのカラーです。ローズ系かな。うん、可愛いかな。色ヌーディーな感じだけどちゃんとピンク味があるので顔色もそんなに悪く見えないんじゃないかな。結構ねこのリップ色持ちも良くてそこも気に入ってます。じゃあメイクはこんな感じでできたので続いて髪の毛をやっていきましょう。じゃあ髪の毛やっていきます。前髪がね結構伸びてきたのでこれをちょっとだけカールというかをつけます。本当にちょっとこれもメイクさんに教えてもらったんですけど、3つに分けるといいって言ってたので真ん中と右と左で分けてやります。私この横のサイドの毛をこう流すのが苦手なんですよね。こっちは右手だからやりやすいんですけど、こっちの毛ってどうやってやるべきか難しいんだよ。こんな感じかな前髪は。で後ろの毛をどうしようかなって思ってるんですけど、インスタでこの前あげたんですけど、この髪の毛これもメイクさんにやってもらったんですけど、これをちょっとやってみようと思います。結構ウェーブヘアが好評だったの でその時はねストレートアイロンでやってもらったんですよ。なんか私もちょっとそれを頑張って真似してみたいと思います多分無理とりあえず上下に分けて普通にストレートアイロンでくねくねさせていくんですけど、できるかな、多いかな、ちょっと少なくいきますか。これでこんな感じかな。
これを永遠にやります。同じ方向でいいのかな。もう一個、あ、っていうかもう髪の毛染めてもうすぐ1ヶ月とかになるのか。結構この髪色好評なんですよね。嬉しい。最初私ハイトーンすごい不安だったんですけど、結構みんな褒めてくれてすごく嬉しいです。何色なんですかっていう質問が多いんですけど、私基本的にいつも美容師さんに何色にしてくださいって頼むことがあまりなくて、カラー名をすごく聞かれるんですけど、みんなってカラー名でお願いしてますか。私は本当にこういうカラーがいいですっていう写真を見せていつもやってもらうんですよ。そのから何色ですかっていう質問に答えられなくて一体これは何色なんだろうっていう。もし同じカラーにしたいって思ってくださる方がいれば、なんか写真とか見せてみてください。何色なのかちょっと分からなくて、しかも多分写真の方が伝わりやすい気がするんですよね。名前だとその美容師さんによっても美容師さんの価値観っていうかにもよると思うし、写真を見せてみてください。こっち側すごい難しいこっち側めちゃくちゃ難しいんだけど、ひねりが足りないのか。とりあえず下できました。どうなんだろう、できてますかできてますかじゃあ上もやっていきます。下縛っとこうかな、分かんなくなりそうだよな。下の髪の毛を逆に今度は縛っておきます。ウェーブって顔周りの毛悩みません？顔周りもウェーブでいいよな。変な風にならないかな。よいしょ、大丈夫か、これは一体大丈夫なのか。でもなんか私結構ウェーブヘアってすごい時間がかかるイメージなんですよね。ちょこまかちょこまかやるじゃないですか。どうなんだろう、実際巻くのとウェーブってどっちが時間かかるんだろう。なんかやり始めると別にそんなに長いなんて感じないかも。意外と髪の毛が少ないからっていうのもあるけど、多分あれなんかどんどんストレートになっていくんですけど、どういうこと。まあ一回隠れるかな。適当。うわー、絶対これしくったやつだ熱いってますかって感じなんですけど、え、ちょっとこっち本当にできないかも。何がいけないんだ、何かがいけないんだろうな。あ、なんかすごいじゃん。あの鏡がこっちなんですよね。こっちに引かないから見づらいんだよな、こっち側。よっしゃ、これでどうだ。とりあえず今全部やれたと思う。ウェーブっちゃウェーブかな。はい、できました。ちょっと後ろ見てもらおう、みんなに。私は見えないけど、ほっ、どうですか、ちゃんとできてるかな、負けてるかな、後でチェックしようっと下ろしてると重たいかな。とりあえずちょっとオイルつけますか。オイルというかワックスというか、今日はこれにしようかな。プロダクトを使います。ワックスとかつける量って難しくないですか。つけすぎると違うし、つけなさすぎてもこれつけてみまんのかってなるし、難しいですよね。どうですかちょっと前髪もつけたい。じゃあまあこれで OK かな。クリップでハーフアップにしようかな。ちょっと重たい気がするのでハーフアップにします。ヘアアレンジの動画で紹介したやつ。髪の毛を適当に取りまして、ちょいとひねりまして止めると、なんと簡単なヘアアレンジでしょう。できました。どうですか、いい感じかな。じゃあ髪の毛もできたので最後コーディネートを紹介していきます。はい、ということで今日はこんな感じでいきたいと思います。こんな感じですね。じゃあ紹介していきます。まずこのアウターダウンベストなんですけど、これはねザラで買いました。ちょっと今日寒そうだったのでこのダウンベストを上から羽織っております。結構オーバーサイズで形が可愛いんです。一回脱ぐとこんな感じです。これセットアップなんですけど、これねアベンマの新作で、ちょっとまだね詳細は発表できてないんですが、これから発売になる新作のセットアップでございます。これめっちゃめっちゃ可愛いんですよね。今私はこれホワイトを着てるんですけど、ベージュもあって、でホワイトは普通にステッチもホワイトなんですけど、ベージュの方はステッチのカラーがホワイトになってて、ちょっとステッチが目立つようなデザインになってます。それもそれで可愛いんですけど、今日はこっちのホワイトの方を着てます。これセットなので上と下はつながってないんですけど、カツラギの軽い生地でできてるので全然インもできるし、上下1枚ずつでも着れるし、シルエットもねとても可愛いんですよ。シャツにも
もちょっとボリュームがあるのでちょっとうまく伝わらないんですけど、シルエットもとっても可愛いです。でこのスカートのボタンなんですけど、これね全部フェイクなので、ここがピラピラって開く心配もないっていう、横はファスナーで着れるようになってます。で後ろは見えるかな、ゴムになってます。今日はこのセットでワンピース風な感じで着てます。足元は誕生日の時に奮発して買ったプラダのローファーです。やっぱり可愛い、これめちゃめちゃ可愛くないですか。めっちゃ気に入ってすごい履いてます。ルーズソックスみたいな感じでちょっと長めに靴下を履いてあげるとより可愛いです。そしてこちらのバッグはジミーチューのバッグです。すごいコンパクトなサイズ感でめっちゃ可愛いんですよね。これを今日は手で持ってこんな感じでいきたいと思います。ちょっと今日女の子らしい感じですかね。あ、でそうだ、あとこの見えるかな、これやっと届いたんですよ。ビビアンのやつなんですけど、チョーカー、これめちゃめちゃ人気でなかなか手に入らないんですけど、バイまでいろんな方が出品してるんですけど、めちゃめちゃ問い合わせてやっとゲットできました。めっちゃ可愛いこれ。はい、ということでこんな感じで準備完了しました。ちょっとまだ時間あるんですけど、まあ時間が来たら行ってきたいと思います。ということで今日は久しぶりの Get Ready With Me をしてみました。なんか一緒に準備とかできたらいいかな。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、行ってきます。